かねてより建設中だった海自の、総、夕方潜水艦12隻ですが、すべて収益を迎えました。令和2年には、無事に進水式を迎えたのです。タイゲイという名前は、大きなクジラですが、最初は、変な感じと思ったものですが、慣れるとぴったりだなという気になりますよね。今回は、タイゲイ潜水艦に搭載される新型ソナーについて紹介します。通常動力型潜水艦では、日本は、世界トップクラスと定評があります。ちなみに、アメリカは原子力潜水艦にかけてはトップクラスと言われています。つまり、日本とアメリカの連携が海底でも行われているということだという意見もあるようですね。さて、タイゲイの話をします。2020年10月命名式と進水式を無事に終了した海自の新型潜水艦タイゲイ。先輩潜水艦である、総、夕方11番艦闘竜、12番艦王竜をさらに進化させた艦艇ということです。タイゲイ型1番艦は、推進方式に、ディーゼル機関とリチウムイオンバッテリー、モーターを組み合わせた通常動力型潜水艦で、先輩の、総、流型闘竜以後の艦と同じ推進方式を採用したのですが、タイゲイ派最初から専用で設計されていたのです。このおかげでしょうか、タイゲイ派闘竜などより、はるかかに、長い連続潜航時間と行動範囲を獲得できました。メリットはもっとあります。設置スペースの必要なスターリングエンジンでなくなったことで、艦内の空間が効率的に使えるようになったとされるのです。スペースに余裕ができたので、乗組員の福利構成についてもメリットがありました。タイゲイから導入された乗組員のジェンダーフリー対策に貢献することになったのです。つまり、潜水艦という狭い空間にもかかわらず、女性乗組員用の休息場所を設定できるようになったのです。おそらく今までは、女の区別はなかったのでしょう。セクハラ問題の発生を防ぐためにも、これは良いニュースですね。タイゲイのサイズを紹介します。船の大きさを示す基準排水量は約3000トン、全長 84.0M、最大幅 9.1M とされています。公表されていない水中排水量は4250トンから4300トン位ではないかと推測されます。潜水艦にとって最重要ポイントである目であり、耳である装置はソナーです。敵を探知することにも、自身を敵の目から隠すことにも役立つ装置です。タイゲイには、新型の Z99-8 統合式が採用されています。これによって、従来よりも、ターゲットへの探知精度や能力がさらに向上されたのです。こういった装置を駆使して得た情報を兵装と連携することで、ズバ抜けた防衛力を持つことになったというわけです。タイゲイの兵装ですが、従来型と同じように、6門の 533mm 魚雷発射管が艦首部分に装備されています。これによって、89式超魚雷や新型の18式超魚雷、対艦ミサイルハープーンを運用できるようになっています。このハープーンは、アメリカのマクドネル・ダグラス社が開発した対艦ミサイルで、西側諸国では、多くの国が採用している、いわばベストセラー兵器です。18式超魚雷は約94億円とも言われる開発費を投入し、2022年2月までに配備を進めていく予定になっているのですが、タイゲイの収益状況によっては、時間的に多少のズレが生じる可能性も囁かれているようです。2018年平成30年12月、発表された防衛大綱によると、潜水艦は22隻を要するという文言が記載されていたようです。現在の状態でいけば、総流型12隻、親潮型9隻、そこにタイゲイを加えると、一応22隻体制にはなると見られます。別の可能性としては、タイゲイ型を8隻建造して、親潮型を2隻以外は代替とするという方法も考えられますし、いっそのこと収益させる潜水艦数を増やすという方向に変わることもあり得るのかもしれません。現在の日本にとっての仮想敵国はお隣の軍事大国中国です。中国海軍が
猛スピードで軍備を増強している状況を考えると、対抗手段として、海自の潜水艦22隻体制を強化することも予想されます。しかし、そうなった場合、問題があるのです。現在でも苦慮している乗組員の確保です。少子高齢化の日本では、人手不足が言われて久しいのですが、公務員とはいえ、拘束時間が長く、規律も、厳しい自衛隊員を希望する若者は少ないと見られます。自衛官の募集に苦慮していることは、折に触れてニュースにもなりますね。余談ですが、批判されながらも、各自治体に、高卒者の名簿を提出するよう命じているのは、それへの対応でしょう。拒否しなければ、勝手に、自治体が、防衛省か、総務省あたりに提出としてしまうんですよね。一般企業としてもこういった名簿は、喉から手が出るほど欲しいものだと思いますけど。隊員には70名ほどが必要ということで、通常動力型潜水艦としては大型ですが、省力化を考えると、課題がある潜水艦とも言えるかもしれません。先輩格である、双竜型が65名だったので、わずか5名とはいえ増えたことは、人員削減が、潮流の現在では、逆行していると感じられますね。では、中国が、隊員型について、どんな見方をしているのか、分析していきましょう。2020年10月21日中国メディアの一つ中国軍網は、隊員についての意見を発表しました。従来型の、双竜から性能がアップし、連続航行期間が2週間になったことに注目して、我が国は警戒する必要があるという見解を公表したのです。隊員の水中での静粛性に特に注目しているようです。静粛性が高いと敵に見つかりにくいのは言うまでもありませんね。中国軍網は、隊員は優れた性能を持つからこそ、これを探知、発見して追尾することは難しいとまで評価したそうです。隊員の高スペックは事実ではありますが、中国メディアにあまり持ち上げられるのも、ちょっと気味悪い感じがしませんか？裏がありそうで安心できませんね。また、もう一つの中国メディアの意見も紹介してみます。2020年10月17日の今日頭上というメディアです。前述の中国軍網とほぼ同じ見方をしているのですが、あくまでも、隊員派通常動力型潜水艦としては優秀な潜水艦と述べています。ということは、逆説的に、原潜の優位を主張しているようですよ。つまり、中国は、新型の原子力潜水艦を持っているから、通常動力型潜水艦である、隊員がどんなに優れていても、中国の原潜を上回ることはないという結論を下したわけです。確かに、原潜は、燃料補給がほとんど不要で、水中移動時にも高スピードが出る素晴らしいものでしょう。しかも、一旦稼働したら、理論上は、永遠に海中に潜んで言われると言われます。乗員のメンタル、福利厚生は完全スルーしての話ですが。しかし、中国は、対潜哨戒能力では、日本やアメリカには劣ると見られています。ですかに、このままでいてほしいものだという声がちらほらと。何回か取り上げていますが、非核三原則のある日本では、原子力潜水艦は保有できません。中国には、同じ土俵に、上ガラス、今日、頭上の意見を聞いて、やっぱり、我々の原潜がナンバー1、と思い込んで、通常型潜水艦について、いろいろと探らないようにしてもらいたいですね。原潜の力を過信して、通常型を舐めて、かかるぐらいの方が、こちらにとっては有利なので、通常型の潜水艦なんてものは存在しないと考えてもらった方が、ありがたいという声もあるようですよ。まあ、真心を生んだ国ですからね、こちらの思惑通りに行くとは思えません。むしろ、こちらが舐めてかからないようにしたいものです。